欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は4月21日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日は東京地方ね、後ろ見ての通り雨でね、さっきね、塾生諸君が帰ってったんですけれども、急に夕方から降ったんでね、傘がないっつってね、みんなね、ちょっと残ってた傘ね、みんな持って帰ってね、あれした帰ったんですけれども、まあね、非常にね、遅くまでみんなね、塾生諸君頑張ってて、今これ撮ってるのね、今日授業終わって10時ぐらい、10時手前なんですけれども、9時半までね、みんなね結構残ってね、お週間の塾生諸君ね、頑張ってやってますね。特に 6年生の子はね、受験生っぽい顔にみんななってきて、まあ2月1月2月ぐらいにねスタートした子は特にね、まあ、受験生らしくやっとね3、4ヶ月、入塾3、4ヶ月経ってねなってきたのかなと思います。でまたね、最近スタートした子たちね、もうそういう子たちにね、触発されてね、やらなきゃいけないんだなというような感じで、このね連休5月6日ね、欧州館ではパーシモンホール勉強会っていうのが予定されてるんですけれども、ここでね、あの適正のね F テキスト S テキストのね確認テストなんかあるんですけれども、まあせめてね、最近始めたばっかりの子でもね、5月6日に向けてね、テストを受けれるだけのね最低限のところまで作るぞっていうようなね、期限を決めてね、そこに向けて頑張ってるなという様子は非常にね、まあ、頼もしいなと、いうような状況かな、です。で、今日はね、ちょっとお話ししようかなと思ってるのが、欧州館入試徹底対策プリントっていうのをね、実は今年の春からね、やってるんですけれども、まあ、こういうレジュメとね、A4 1枚の問題、これね、やってます。で、基本的に今ね、文系の記述の問題がメインでやってるんですけれども、一つの問題に対して、深く考えようというようなことでね、今この効果がだいぶ熟成に出てきてまして、まあ、A4 の紙この1枚にね、収まるように問題を作ってます、いつも。で、最近は入試問題を結構入れてるんですけれども、特に記述式の問題を多くやってます。で、まずね、この問題の趣旨としてはね、一問を深く考えるっていうことをね、やってほしいなと、いうことでやってるんですね。で、これがね、1週目はね、44人の生徒がね提出して、かなり合格厳しくやりますよっていうことで4人しか合格取れなかったんですよ。一発合格者は4人、44人の中で。で、これ2回3回ってどんどんやっていって、今週はね第8回をね8回を今やってるんですね。で、第7回がね、昨日塾生限定動画っていうのやってまして、通信教室の方で通塾生限定動画の方で、いつもこの回答レジュメの解説をやってるんですけどね、一問に対して大体僕は20分から30分ぐらいかけてね、徹底的に解説してます。で、それのね、まあ、レジュメをね、まあ、こうに作ってるんですけれども、表裏ね関連事項をレジュメも使って一問徹底的に深くやると、これがね8週目なんですね、今ね丸8なんでね。で、だいぶね力がついてきたというような実感がねやっと出てきたかな。塾生諸君もそれはね、出てきてて、今年はね、まあ5週間の間でね、毎週月曜日ね先生たちでミーティングをしてるんですけれども、今日そのミーティングがあったんですけど、文系が非常に今年はいいねというような先生たちの間からもね、声が出たりとかしてね、これはね一つね、まあ一問正確に解くっていうことをね深くやるっていう作業をね、いずれ受験生はどこかでやらなきゃいけないんですよ。で、確かに量も重要、量かける質なんですね、結果っていうのはね。質ばっかり良く、質が良くても量やってないときついんですよ。で、量やばっかやってても質が悪いとダメなんで、質と量がそれぞれ伴わなきゃいけない。だけど量をやるっていうのは結構勢いがいるんでね、どんどんやっていこうっていうのをね、だいたい適正 F テキスト S テキストはね、欧州館ので2ヶ月ぐらいでね終わってもらわないとっていう一冊をね、考えてます。だけどそれはねスピードがね、まあ毎日みんな勉強してますからね、量やれって言うんだけれども、あとは質だよね。で、質はね、この徹底対策プリントで今年は全部チェックしてて、僕は全塾生のね添削をね1日100枚近くやってるんです。
でこれをやるとね、一人一人のね、まあ普段なかなかこうにね、顔合わせてない子の勉強の具合もよくわかるし、その子のいい面悪い面癖っていうものも見えてくるしね、非常に今年はね塾生のね実力全体把握できてます。この方でもね、でいいですね、みんな成長があって、いいと思います。で結局ね記述なんでね、まあ原因結果でものを書かなきゃいけない、ちょっとね長い文章でやっぱ条件原因結果で書くっていうのは、この条件の下でこういうことが起こるのでこういう結果になるというところまで、書けると非常にねいい答案になるんですよ。でそこのフォーマットに合わせてレジュメプリントの中でも練習させてるんですけれども、それがねやっとね8週目にしてみんなできてきてる子が多くなってきた、1週目44人中4人しか受からなかったって言ったんだけど今ね、大体、まあ、塾生もうちょっと増えてきてるんだけどね、ちょうど今ね3人に1人はね一発合格するようになってきたかな、まあ、厳しめにかなりつけてますんで、ちょっとでも足りないところがあったら再提出にしてるんでね。でね、一番のポイントは2回目再提出がかかった時にどんな答案を書けるかなんですよ、うん、成長があるかどうかっていうところだね。で解説レジュメと解説動画があるんですけども、その2つをしっかり見てね、ちゃんと仕上げてきたなって思える子は成長があってね、2回目でできるっていう子も結構いるんだけど、その子がねだんだんやってるうちに1回目で一発合格できるように必ずなります。で、逆にね、あまり中身を考えずに何度も何度もね、簡単に出すなって言ってるんだけどもね、ちょっと字も汚いしね、よく考えねえなって言って出してるやつもいるんだけどね、中には。まあそういう子はそういう子なりに、その子の今後学習指導していく上でね、受験指導していく上で弱点っていうのも見えてくるんでね、よく考えようぜっていうことも言ったりできるんでね、この徹底対策プリント、たった1枚の中に1問問題があるだけなんですけれども、ここの中の学習のね進捗具合の見れるっていうのはすごく深いなと。で、非常にね塾生がね、まあ、伸びてきてくれてるんでね、まあ添削のしがいがあるということでね、この動画を見てるね塾生諸君はね、まあ飯塚にしょっちゅう再提出とされてね、最初は辛いと言ってる子も多かったんだけれども、まあそこにね耐えてついてきてくれる子はね、来年いい結果が出ると思いますんで、まあ俺も再提出再提出って何回もやるのもね、非常に苦しいんだけれどもね、でもね、その再提出になった分、間違えた分ね、まあ間違えちゃいないんだけどね、まだ足りてないところがあるから再提出にしてるわけであって、レジュメを見て動画を見てねしっかり復習して自分の人に行くにねしてほしいなと思います。一問徹底的に繰り返す、これはね、学習でね結果を成果を出すためにね避けては通れない勉強法なんだよね。だからね質はねこの徹底対策プリントでしっかり磨いてね頑張ってほしいかなと思います。まあ今ね F テキスト S テキストがね終わるゴールデンウィーク中にね少なくとも終わらせるぞっていうことね、多くなってきてると思うんですけど、それが終わるとね、まあプレイバイスタディの前期テキスト後期テキストあたりに入っていくんでね、この辺のねプレイバイスタディ前期後期はね過去問が中心になってきてますので、徹底対策プリントでね、見かけるような問題レベル、そのレベルの問題がねたくさん詰まってますので、今ね徹底対策プリントでやってる勉強法、これを普段の F テキスト S テキスト前期後期、将来、まあ、夏ぐらいには過去問やっていかなきゃいけないけどね、過去問あたりにねぶつけていってほしいなと、勉強法も変えていってほしいと、そのレベルまで高いレベルまで、視点をね持っていってください。頑張って徹底対策プリントをみんなやってこう。じゃあ欧州館目指してね、欧州館受験生の皆さん頑張ろう。